どうもこんにちは。今日はですね、おすすめの食材について話していこうと思います。今日のご紹介したいものはこちらでございます。セロリです。セロリと言いますとね、もう本当に女性が好きで、ちょっと意識が高い女性が好きな食べ物として有名です。なんかこれを、白ワイングラスに入れてですね、カットして、スティック野菜みたいにしてディップにつけて食べるなんていうことで、有名なセロリなんですけども、正直私昔はですね、本当にこのなんていうんですか、薬臭い味というか、まあ、食感もそうですし、まあ、全てにおいて苦手だったんですけども、去年ぐらいですかね、久しぶりにセロリを食べる機会があって食べてみたらですね、これがめちゃくちゃ味が変わっているんです。まあ、簡単に言うと美味しくなってるんですよね。なのでぜひ皆さんにもセロリ食べてもらえればなと思ってこの動画を撮ってみました。本当今のセロリっていうのはですね、本当に味が、まあ言い方悪いですけど薄くなってまして、苦味とかその薬臭さっていうのがもうほぼないぐらいになっています。でなぜか何もつけていないのに塩の味がしたりとかですね、何もつけないで食べても美味しいぐらいに今はなっています。で今ここに載せてるのはアメリカ産セロリっていうやつなんですけども、これは、大体この今の野菜高騰の中でですね、198円とか100円とかで、安いと100円ぐらいで、これは100円で買ったんですけど、100円で売っている生野菜っていうことでかなり重宝できます。例えば、まあ、私のように100円で買ってたとしたら、もうキュウリなんて今70円、80円、下手したら100円みたいなことをしますから、あのキュウリ1本と比べてこれが100円だとしたらものすごいお得な感じがします。で、特に今は本当に高いので、生野菜で食べる、サラダとして食べれる野菜で安いものが今ほぼない状態だと思います。よくコンビニとかスーパーで袋に入ったカット野菜っていうのは売っていて、あれはまあ比較的値段が安いままで安定していますけども、正直そういうのは個人的にあんまり好きじゃないので、まあこういうまとまったというかそのままで売ってるやつが欲しいんですけども、どうしても高いんですけど、今まあこれは国産じゃなくてアメリカ産っていうことで、まあそういうなんて言ったでしょうかね、まあ薬の関係を気にされる方は嫌だとは思うんですけど、まあ、アメリカ産は安い、日本国産は若干高いわけなんですけど、その国産のセロリにおいてもですね、今は本当に味がほとんど、なんていうんですか、味がしないっていうよりかですね、もう苦味のないレタスみたいな感じにセロリの食感があるみたいな感じで、非常に、美味しいですし、値段も安いし栄養価も高いっていうことで、この今の、野菜高騰、生野菜で食べるものがないと思ってらっしゃる方にはですね、ぜひおすすめしたいのがセロリでございます。なので一度、もうあの時、まあ、子供の頃に食べて嫌な感じしかないなと思ってらっしゃるって買ってないとしたらですね、ぜひ一回買ってみて食べてみてください。これ絶対味変わってるというか種類違うだろうっていうぐらいの変化があって非常に美味しく食べれますので、本当大根サラダなんかよりもですね、3割ぐらいは美味しいと思いますんで、セロリぜひ食べてみてください。ちょっと赤ちゃんがごちゃごちゃ言い始めたので、今日はこれぐらいにさせていただこうと思います。
最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。